ハローどうも、しんどうじです。おーいです。ということで、プチプチチャンネルで投稿されているアビス刑務所13日目からの続きの動画になります。なります。あおいちゃん、鉄見つかるかな。絶対見つかるでしょ。あそこいなかったらもうどこにあるかわかんないよ。本当にあるのかな。でもマグマの下もさ、まだ見つかってないしさ、やばくない。でも鉄ビッケル見つけないと脱獄できないから、頑張って見つけるしかないね。頑張って鉄ビッケル作ろう。ね、鉄見つけよ。みんながチャンネル登録と高評価をしてくれたら鉄が見つかるかも。みんな押して俺たちのこと助けて。応援してね。ここはアビス刑務所。極悪非道な囚人たちが収容されている。そこにプチプチ、新道寺、葵が連れてこられてしまった。彼らは監視のひな子によって30日後に処刑されることを告げられた。そこで彼らは脱獄の計画を進めることにした。脱獄のルール。ブロックを破壊するにはそれぞれ適正ツールが必要だ。刑務所内に隠されたアイテムを監視にバレずに探し出さなければならない。果たして3人は無事に脱獄することができるのか。脱獄ゲーム。14日目。よく寝た。おはよう、みんな起きて、朝だよ。おはよう。ふん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 、おはよう。おばちゃんめっちゃ元気やん。朝から運動してんの？あおは朝ミッションがあるから早起きだ。あ、そっか。あおいちゃん掘りに行かないと。あの処刑場のほら下の方の。ちょっと待って、話出てきた。話出てきた。どんな夢見てたんだよお前。話出てきた。ちょっとエッチな夢見てた。おい大丈夫。とりあえずあれだ、葵ちゃん朝の段階で見に行ってきよう。そうだ、頑張って。朝ミッション行かないと。俺のことは大丈夫、心配しないで。話今ティッシュ詰めたから。うん、心配はしてないけど。葵ちゃん慎重に行くんだよ。慎重に行けよ。オッケー、葵ちゃん。とりあえず葵ちゃんにはあれ任しといて、監視見よう。俺らは監視探そう。まだ寝てるわ多分。オッケー、いいよ、いける。ゴー、行け葵ちゃん。よし、青が帰ってこれなかったらちゃんとごまかしてよ。わかった。まあ、なんとかやるよこっちで。もう昨日危なかったんだから。でも今鉄が1個あるからあと2個欲しいってことだよね。そう、あと鉄があと2個欲しくて、で、あのマグマの下の。あ、待って、監視機いる。監視、青ちゃん。いるじゃん。危ない危ない、るじゃん。やばい、やばい、大丈夫。真上にいる。もう戻る、戻った方がいい。いや、大丈夫。橋の上にいる。あ、どっちだあれ。なんか刑務作業の方、奥の方、刑務作業の方行ってる。多分準備してんかな、多分。今日の刑務作業もさ、魔法薬学にしたくない？ほら、マグマの下探したくない？いや、そうだね。あそこが一番やりやすいから、もうダダこねるしかないかもな。だよね。ちょ、今日めっちゃ頼みまくってみよう。ちょっとお願いしてみよう、ちょっと。おねだりしてみて、プッチ。いやだよ、お前がやれよ。もうやばいから、もうやばいから。もうちょい掘りなよ、もうちょい。もうちょい掘る？まだ続いてんだろ？続いてるけど。あ、でも来た、戻ってきた、葵ちゃん。やばい。もう、やばい。戻ってきた方がいいかも。やばい、石のつるはしの体型が半分切っちゃった。やばい、葵ちゃん、いや、こっち来て、早く早く。戻るなら今。真上だから、見えてない。監視、しかも、監視の後ろになってる、葵ちゃんが。いけ。やばい。早く戻れ。やばい。早くしないと。お腹すいた、やばい、どっちや。やばい、何してんだよ、飯食ってから行けよ。すげえ、戻れ。来て、監視来て、早く戻れ。早くって言うから。よし、来ちゃうよ。よし、とりあえず壁の中に入りました。よし、あとは戻るだけ。よし。あと水なくなった、めっちゃ楽だ。おはようございます。葵の、あれいなくない？え、いますよ、青。今どっから出てきた？え？お前今どっから出てきた？変わってたんすよ。あ、最近監視からあのワイロステーキもらってなくてお腹空いちゃって水飲んでました。あ、重いの、これあげるよ。届くそれ？届かない。だよね。届く、いくよ。ほい。もったいない。肉が
あ、もったいないばあさん来た、もったいないばあさん。コビーだよ。さあ、そしたら朝礼始めまーす。はい。はい。皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。今日はみんなが来てから、14日目初見までの残り日数も14日目です。すごい綺麗。すごい。あと2週間だ。14、14だって。いいよ、いいよ。よよよ。あ、いい。もういいらしいよ、しんどいさん、初見。いやいやいや、無理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 、違う違う。準備できたらしい。違う違う、ちゃいます、ちゃいます。まあ、ということでだな、ちょっとお前らに報告があるんだ。報告？そうだ、これは重大な報告だ。え、就活始めました。あ、そうだな、あの終わるに活動と書いて就活は。そうだな、最悪。え、合ってるの。いや、終わる活動とかしたくないよ。終わる活動しときなよ、ちゃんと。やだよ、はいはい、登ってきたのに今、頑張って炎上から。やった。お、ずる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 。くれよ、俺にも。なになになに、なんかあった今、なんもなかったよ。なに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 、すごい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 。やったー、もうバッチリ取られちゃうよ。ちょっと報告しなきゃいけないんだって心して聞くように。もしかして結婚っすか。いや、まあ結婚したいな。マジ。そんなことじゃないんだよ、ほら。そんなことじゃないってなんだ。ほら見て、なんだ、なにあれ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 、なんだあれ。なんか現実を受け止めきれないな。なんかサンズの川に橋かかってるような感じ。誰が死ぬの。やだよ、死にたくないよ。なんすか、新しい処刑場とか。確かにマグマ敷いたらそれもできるんだ。やだ、嘘です。場所的にさ、そうだよね、絶対。だってお箸置いてあった場所だもん、ここ。分身ね。なんか周りにバクテリアがいっぱいキラキラきらめいてる。バクテリアや、言いたい放題だな。なんかやだよ、かしかしないんだけど。ドキドキしてきたんだけど。さあ、夢の世界へ行こうか。呪文を唱えてくれ。はい、ウィンガーディアムレビオーサー。違う、どうぞ、しんどいさん。あ、俺いいの言ってくれるんだ。ひら、はい、行くぞ。、うん、なるほどね、なるほど。ひらなに、ひらなに、ひらひらなに、そういうのもあるんだ。ひら手打ち。おい、痛い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 。さあ、おいで。これが君らが演技をしてもらうステージだ。うわ、めちゃめちゃビッグサイズ。なんか空間ないっすかこれ。向こうに。そうなんだよ、まだ出来上がっていないんだ、ここが。あ、そういうこと。ほんとだ、なんかここがまだできてな。じゃあ頑張ってください、監修。ということでだ、まあみんなちょっとその客席側に行ってくれ。客席どこにあるんすか。そのあの高い、それ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 、なにこれ、これ、これ、これ違う、これプールサイドのあの、あの監督するとこじゃないですかこれ。そう、客席だ、うるさいよね。どこ、飛び込み禁止。あ、すいません。うるさい、こっちを見ろ。ということでだ、お前ら今日は自由時間はなしだ。そしてこのステージ作りを私と一緒にしてもらう。イエーイ、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 乗ってるかーい、イエーイ、これ。そうだよね、はい。なので、まあちょっとこっちに来たまえ。あ、これ俺たちでやるってことですね。はい、来ました。5。あ、すみません、監督やろうかなと思ってたんですけど。はい、来いよ。ダメだよ。さあ、はい、開いてください。はい、はい。うわお。え、まず、上にあるなんか歪んだ禁止ってやつは床の素材だ。わお、はい、いっぱいおっぱいチェリーパー。下のこのスカルクってやつは壁の素材だ。わお、はい。で、壁ちょっと高くなったりするんで足場を使ってくれ。なるほど。で、ピッケルも用意した。 OK か。はい、OK。 わかりました。マイケル大丈夫か。お、大丈夫です、いっぱいおっぱいチェリーパイ。マイケル大丈夫だね、よかったよかった。そのマイケルだった、こいつ。そうだ、やっていってくれ。これね、向きがあるんだ、向きが。ほんとだ。あ、この、こう、この向きかな、そうかな。じゃ、ピッケルで壊すの遅い、もしかして。遅いでる、あります。シャベルだな、多分。あ、シャベル、あ、シャベルなんだ。ちょっと待って、シャベル取ってくるね、やってて。あ、はい、オッケーです。はい、了解です。オッケー、頼、マイケル頼んだよ。オッケー。It's show time。 気に入ってんじゃん、お前、マイケル。いや、てか、お前、ガラスさ、じゃ、ガラス取りに行きたかったんだよ、俺。え、ないんで、ガラスが6個しかないの。ちょっと今取りに行ってきて、今チャンスだよね、多分。いきなり、いきなり、今行った方がいいって。今ちょっとパッて行ってくるわ。え、砂、砂は、まさかこんなことになるなんて思ってなかった。え、そうだよ、監修一緒にさ、作業するって言ってなかった。あ、やばくない。ちょっと待って、戻ってくるかも、すぐ。ちょ、あれかも、あの、もうかまどとかもう全部持ってくわ。いや、戻ってきた方がいい、間に合わんでしょ。ポケットかまどにしよう。オッケー、待って、ガラス作るの間に合わないか、持ってきなよ。これじゃあ砂も全部持ってって、うん、燃やせるものも全部持ってって、後でちょっと燃やそう。ねえねえ、石ピッケルの耐久が低い。知らん。え、
行けないじゃん、朝ミッションに。え、ね、石掘るよ、ちょっと。あ、石まだあるわ。ちょっと後でちょっと作ろう。一旦3つ石掘るわ、じゃあ。待って、自由時間監視いるのか、ずっと動けねえじゃん。オッケー、3つ増やした。じゃあ後で作るね。じゃあ後ででいいめ、多分戻ってくるよ、多分すぐ、うん、戻ってくるから、とりあえず持ってこうぜ。オッケー、よし持ってきた。オッケー。ねえ、青子で向き合ってる。あ、でも、こう、多分、こう向き置いて、こう向き置いてるから、多分、違くなるよね。どこかが。だから、どっか合わせないと、多分、こっち向きに合わせたらいいんじゃない？みんな。一旦。よーし。よし。こんな感じじゃない？こう置くんじゃない？できたよー。あれね。なんで全員床寄ってんの、お前。ね、え？なんでみんな床寄ってんの？壊れるかチェックするね。はい。あ、斧っぽいな。あ、斧なんだ。あ、これ木なんだ。よし、じゃあ斧を配る。はい。はい。斧欲しい人。あ、欲しいです。はい。はい。はい。やったー。いった。なんだよ。あともう一個あるよ。はい、どうぞ。なんでお前拾うんだよ。わかった、わかった。拾すぎ、お前。うるさいな、こいつ。よし、じゃあお前ら頑張ってくれ。出してください。ちなみにどんな演目やろうと思ってる？内容は？監督はプチプチなんで、監督脚本プチプチです。シンデレラに恋をした。シンデレラ？あ、シンデレラじゃないわ。あの、エルサに恋をしたダース・ベイダーとハリー・ポッターの決闘。あれ、うまい。おもろ。インディ・ジョーンズの インディ君は、まあ、最終的なあの、旦那。最終的な旦那？じゃあなんか三角関係みたいなことが起きるってことか。そうそう、三角四角関係。四角関係。ああ、それはさすがにね、四作品ないとできないもんね。こじれてる。あ、プチプチ向き、それ合ってるか？合ってるか。合ってるよこれ。合ってます合ってます。監修いいんじゃないですか？もううちらだけでやりますよ、作業。いや、私気になるもんだって。ああ、もう終わるよね、でもね。全然終わるんで、監修いいっすよ。ゆっくりしてくださいよ。何？え？なんでそんなハブにしようとするの？いや、違う、監修のこと思って言ってるんですよ、うちら。うざい、こいつ。チェンジさん、すぐハブにしたがるから。なんすか、なんすか。なんか、お前せっかく上がったのに。あ、もう床組終わった？終わりました。おいで、こっち。え？なんすか？おいでおいで、登っておいで。わい。え、すごい、これ上、何これ、橋？そう、橋かかってんのこれ。え、これじゃインディージョーズに使える。これインディーに使えるかなって思って橋したんだ。あ、そういうことか。あ、ここで、ここでててれてーてーてれーってできるな。そう、で、ここを見てくれ。見て。あ、すごいすごいすごい。え、何これ、すごい。透明な床だ。みんな浮いてる、浮いてる。なんで？これ魔法だ、ハリーポッターだ。魔法？はい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 。すげえ。この浮いてるのは青いの底にいてくれ。はい、いったー。もう最悪、これチップちゃう。これ。これ見て、見て、ほら。あ、すごいすごいすごい。二つあるのそれ。二人浮いてる。そう。すごい。だから二人歩けるよここ。あ、じゃあここ対決シーンで使えそう、ここ。でしょ？で、まああの、このままエルサ城に直結していけるから。あ、本当だ本当だ。すごいすごい。こっちもうまく使ってくれ。もうベストだベスト。なるほどね。一応なんかあの、申し訳程度のスター・ウォーズ要素はこの壁だ。壁は宇宙みたいでしょ？本当だ。本当だ。だよね。はい。おい、壊すの、お前。最悪。どこにつけてんの、お前。つけてんの、お前。おい、いい。おい。マジ最悪。お前、死ぬなよ。もう、ちゃんとやってんし、どうさ。遊ばないで。遊んでねえ。俺が真面目に働いてたんだよ。シンドじゃ、ちなみに何役なんだ？俺、何役なんだろう。エルサ役です。またまたかよ、また女役じゃん。ヒロインだね。ヒロイン。大丈夫かな。え、でもさ、人数足りなくない？まあ、新庄さん一人二役かな。あ、新庄寺が一人二役するんだ。あ、ダースベイダー。ダースベイダー。じゃあダースベイダーで。お前ダースベイダーやんの？どう、待って、オーディション、オーディション。はい、どうぞ、ダースベイダー役。シュコーシュコー。100点、いいだろう。やったあいつ合格したらしいぞ。マジ？オッケー、壁できた。あ、もうできたの？いや、早かった、かった。できた、できた。もうあの赤いの多分遅いっすね、いちいち。そうだね、いちいち遅い。邪魔されたんだよ。いや、待って、これ相当難しくなったんじゃないですか、これ。あ、真ん中で落ちればいいってことね。わ、危ない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 。オッケーオッケーオッケー。早いね、君ら。すげえ、めっちゃいい感じじゃん。お手玉のよ。
よし、ツール入れた全部。はい、入れました。はい、オッケー。手持ちカランカラン、カランカラン。カラン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 です。はい。たらちょっと、ステージがその感じでいいかどうかわかんないから、一旦なんかやってくれ。一旦なんかやってくれ。一旦なんかそれっぽい感じでやってくれ。じゃあ、しんどいさ、穴行きのとこ行ってよ。あ、俺あっちね。オッケー。これ L サイクだもんね。これどう映ってるこれ。もうめっちゃいい感じ。お、いいね。アリノーって歌ってじゃん。アリノー、ママで行きたいのよ。ママのアリノー、ママのさあ、あいつ一回見とけよ。アナと雪の女王姿見たのよ。じゃあそっちのステージ組もやってくれ。でででででででストレッチファイ、ストレッチファイ。やめて、私のこと奪い合わないで。これを見ろ、俺は傷がついているんだ。まさかあなたはどうなってるの、難しいな。ちょっとだけステージを前に、ステージじゃないや、観客席を前にしようかな。ちょっと待ってね、そのさ、上の発信とこちょっと立ったままにしてほしい、誰か、はい、あ、いいんじゃない、あ、いいんじゃない、良きっすか、いいですか、ちょっと前寄りで演じたらいいかもな。あ、そう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 、この辺、違う、橋の上の話だよ。さ、ハリーポッターエリアだから、インディージョンズエリアに行って。あ、いいじゃん、いいじゃん。おー、すごい。オッケーオッケー、めっちゃいい、めっちゃいい。オッケー、客席をここにしよう。てれー。下でもなんか演じてくれ。下で、はい。お前、何してんの、お前。お前、あー、下の、いいね、てくれててーん、てて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 てー、あ、さて始まるのね、オッケーオッケー。アリのママの姿見てるのよ。落ちすぎるやろ。こうなると今度エルサがちょっと遠いんだ。ここにしよう。よし、客席の場所がお前らのおかげで決まった。あー、オッケーです。よかった、ありがとう。ちょっと新道寺の演技指導だけちょっとガチでやらしときます。そうだね、ゴミだから、ね、お前明日暇だろ。え、明日あのアナ雪ワンとツー両方見ろ。マジかよ。うん、いや、そうそう、あのちょっと、いや、ほんとよっと、ちゃんと確認するからな、お前。ディズニープラスで見よう。よし、そしたら解決した。客席、今度はじゃあ客席をまた作ってもらうかもしれない。あ、オッケーです、わかりました。はい、そしたらば、したらば、この時間は終了だ。みんな青いのを助けに行く、ついてきてくれ。そっか、あいつ不慮の事故でお亡くなりになったんだ。本番気をつけろよ。ねえねえ、監修、うん、今日、魔法薬学したいな。魔法薬学と、そう、最近ちょっと分かってるようになってきて楽しいんですよね。まあ、あとちょっとハリーポッターのね、勉強もしたいし。確かに。でもなぁ、やだやだ、魔法薬学がいいよ。何誰やる、いや、おねだり。誰がどこでやる役。おねだり。いや、あ、どうしよう、ちょっと待って。あ、そっか、青いの今いるのか。そうです、ついでに。でもなんか今、魔法一旦いらないんだよな、今。まだ昨日の分が。魔法がいいの？舞台で使うかもしれないです、魔法。あ、待って、ちょっと待って、いいこと考えたかも。なんすか？内緒。じゃあ言わない、じゃあ今言わなくてよかったじゃないですか。え、とりあえず青いのだ。青いの、助けて。大丈夫、どこ、何しよう、あ、ビラーン、おげんねん、ブラーン。おい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 、バカやめとけ。おりんりんがついてる。あ、ちょっと、あ、じゃあそれシフト解除して。やめとけ、立たせんな。おいおい。テレビをお母さんたち消すから、やめて。いいよ、もう消して。ダメだよ。おいおいちゃん、バカ。やめとけ。どうしようかな、魔法薬学をしてもらう人と、はい、そうじゃない役立たずは、ここでちょっと別の仕事してもらうでもいい。おー、いいじゃないですか。なんすか、役立たずはポーションに触れてとほどゴミを作る天才だから。誰だよそれ。お前だよ。あ、俺準備するからちょっと待って。お前、わかりました。歌の練習して、ちょっと歌って。あ、いいじゃん、歌って歌って。ありのー、じゃあ一旦ハリーポッター、ハリーポッター歌ってみて。ハリーポッター、てん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 、なんでそっから歌うのお前。じゃあインディージョーンズ、インディージョーンズ、てててててるててててるてててててるててててて。どこの歌歌ってるの、どこの歌歌ってるの。スターウォーズじゃない。え、スターウォーズでもないよ、たぶんこれ。は？は？それ、スターウォーズのあれでしょ？
いい感じの雰囲気になった時の BGM でしょ。ちげえ、モンスターハンターだよ。え、違う、モンハンだよ。よし、準備ができた。ちなみにハリーポッターはあれだよ、悲しみの雨。それはスターウォーズだよ。歌詞つけんなし、スターウォーズだし。すごい、歌詞ついてる。はい、ここに染料を用意したので、染料、これで、ね、この床を張り替えてください。マジか。じゃあ、しんどいさん、お願いします。お願いします。わかりました、頑張ります。はい、頼みます。他の人たちはポーション引き続き作ってください。 OK です。はい、はい、じゃあ頼んだよ。ね、ここの部屋の雰囲気を伝えるね。はい、魔法薬学だから、ちょっとハッフルパフとかそっち系で、ハッフルパフ、ちょっと魔法っぽい感じで、なおかつちょっと植物使ってますみたいな感じでお願いします。はい、わかりました。はい、頑張ります。ハッフルパフとすり材に混ぜた感じでお願いします。混ぜるな、危険。めちゃくちゃ嫌です。ツールください、ツール。掘るの大変です。あー、オッケーよ。お願いします。1個、2個、3個、はい、ありがとうございます。頑張ってね。はい、はいはい、任せてください。はい、みんなハサミを渡すね、1個ずつ。いや、お前しかやらんから、いらない、大丈夫、大丈夫。なんでなんで、3個ガンチが3個もらったんだけど。3個使えばいいじゃん。そういうこと。これ大変だな、めっちゃ床あるで。よし、ある程度ポーションできたら、ちょっとマグマのやつやりたくね。やりたいけど、これもしないといけない、大変だ。これさ、入れないくらいさ、作っちゃえばさ、こっちのもんだよ。いや、そうだね、しかもこれ、前回のやつこれ、取ってないぞ、これ。お、いいね、いいね。もうパンパカパンにしようぜ。パンパカパン。おい、バカ、お前、おい、お前、頭悪いんか、お前、ここなんか、ブロック置いとけよ、お前。登れ。ごめん、妨害じいちゃんだよ。妨害じいちゃんって言わんで。ね、プッチ、ここのなんかやつがおかしい。え、どれ、その、ここがおかしい。これこれ、ブレイズパウダー入ってないよ、これ。え、ブレイズパウダー入れなくても作れるよ。作れないよ。でもほら、こっち見て、ほら、エネルギー入ってないじゃん、ブレイズパウダーエネルギーが。ほら、黄色の。今まで入れてなかったんだけど。え、だから多分エネルギー、多分ほら蓄積されてるから、これもほらちょっと残ってんじゃん、ほら入ってたってことか。そう、入ってたよ多分。何の話してんの。ああ、もういい、知らなくていいよ。この世の中には知らなくていいものもあるんだから。何それ。え、ちょっとそろそろ行かないってやばくない。行こう。やばい、ちょっと待って、もうちょっとこれ染料つけちゃったらもうダメなの、これ。ちょっと一旦待って、俺それあれだ、あれ、ガラス焼かないと。ガラス焼いとくわ、これ。あ、そうだ、ガラス焼っとくわ。忘れてたわ。やばい、急げ。それでマグマの人探索したいのに、こんな大変な仕事をもらうなんて。超大変なんだけど。おい、急げよ、しんどじ待ちだぞ。待って、もうちょっとで。よし、開けたかな。どう。あ、いいね、全然焼けてねえわ。全然焼けてないんか。焼けてねえんかよ。焼けてないんか、お前。いや、また燃料追加した。これでいこう。はい、ガラス、はい、渡しとく。俺、焼いとくわ、じゃあ。オッケー、わかった。ちょっと見てって。このなんか流れがあるところ置いていいってことよね、これ。そう。難しいね。で、一旦バケツすくって、どっか別のところに移動して、流れがあるところにガラスを置く。ここ置いていいってことか。よし、オッケー。こうして、こうやって。で、奥の方が、手前は多分 ほとんど見たけど、奥の方はほとんど見てないから、奥の方をちょっと見てみて。ここが金ね。ここに置いて。あ、やばい、もう一個置いちゃった。ごめん、無駄にしちゃった一つ。おい、バカタレンかい。ごめん。ちょ、奥の方から行ってみるよ。うん、ガラスもう10個出来上がるよ。なくなって言って。ここはない。ここない。やばい。え、待って、ないんじゃねえ、ないよ、ない。ちょっと奥まで行けって。そんな、お前。今俺らここまで見てんだから、3マス分ぐらいしか見てないよ、お前。マジ？ガラスちょうだい、ガラス、ぶっち。取りに来て、ここから取って。オッケー。感謝はまだいない。多分来てないと思う。やばいって、これ大変、めっちゃ大変。どこだよ、どこに鉄あるかな、これ本当に。見つかんないよ。本当にあんのか？いや、ないんじゃねえ、これ、待って。え？マジない。おー、あったあった、ナイスあるじゃん。え、これ一旦マグマ止めるよ、これ。ここ、ここ。オッケー、取って。あと、ここ、この上。オッケー。ここ割るよ。よし、待って。オッケー、取って。オッケー。よし。これ割るよ、これ。ガラス壊して、そこ。はい。よし。あと割って、戻そう。戻そう。オッケー、壊して戻ってきて。一回、これ回収するね、これ、かまど。
割って割って急げ、やばい監修が。ねえ青のピッケルは？今作るよ、しょうがないな。作ってよ。どっち？これついでに焼けないかなこれ。これ今。あもう回収。焼いちゃう？あいや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 ピッケルピッケル作る一旦おいちゃんのやつ。オッケー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 。戻る戻したよ。大丈夫多分大丈夫。はいはいはい、おいちゃんどうぞ。やった。もうよし、もうよし早く戻る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 。待て待てやばい。よしよし。荷物やばい。戻さん戻さん戻さん。おおしおしおし。ナイス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 。鉄ゲット。やったわ。よかった。ってことは処刑場のとこ確定してるから。そう。あそこさえ掘れれば鉄ビッキルが作れる。確定ではあるけど、あの道が繋がってるかどうかだから。そうなんだよ。そこが分かんないんだよまだ。とりあえずでも2個はでかいよかなり。あと1個かー、おいちゃんなの穴掘ってる先にな、処刑場が繋がってればいいんだけどな。よし、だいぶできてきたぞ。よーし、お前ら。はい、終わりだぞ。おお、はい、はい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 。床めっちゃ綺麗になってるじゃないか。いどうですか、これ。どういうコンセプト。これはハッフルパフ&グリーングリーンスカイです。あえ、いやいやいや、ハッフルパフでなんかこう躍学してそうな部屋にしました。はい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 。何の模様これですか、うん、これはハッフルパフの紋章です。スリザリンは、スリザリンはこの緑です。ん、私さ、ハリーポッター見たことないから紋章までは知らないんだよね。はいはいはい。まあまあ大体多分こんなんすよ、はい、あ、そうなんだ、はい、へー。多分これ水色は何、水色はレイブンクローの。レイヴンクロー嫌いだからやめて。まあ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 、こう真ん中は結構気に入ってるからいいよ。あ、本当ですか、よかった。水色はなんかちょっと色違いがちょっとすぎる、場違い感がすごいけど、はい、よし、じゃあとりあえずみんなもう入れたものを全部入れました入れました。手持ち持ってない？はい、持ってません。オッケー、じゃあお疲れ様、行きましょうか。あ、監視ここにちょっと入りきらなかったんで、ここにポーション入れちゃってます。あ、うん、今見た、すごいいっぱい入ってて偉いなって思って、やっぱこいつがいないとや、スムーズにいくんだろうなって思ってた。こいつがいないと、ほんとそうなんですよ。水持ってこさせるだけでも、こいつ、間違えて水飲んじゃったりとか、空の瓶入れようとしたりとかするんで。そうだよね、バカだからね。監視さっき焼くたぐらいまで行ってましたよね、今さっき俺のこと焼くたたずだから。なんで頑張ってるのにめっちゃ。あ、そうだそうだ、お前らなんすか、見て見て、下見えるかな。あー、すごい観客席できてる。ほんとだ、作りかけだけど作りかけてる。あ、ほんとだ、作りかけだからね。すげえ。すげえ。今回ひな壇形式だな、観客席が。あ、そうだ、え、ありがとう青いの、泊まって教えてくれて。はい、さあお昼ご飯ギャグをお願いしよっか。いやー待って、これちょっと待ってよ、お昼ご飯タイム。よっしゃー、頑張るか。じゃあ一曲歌います。ガチやった、もうめったに歌わない新郎さんが。いや、まあまあ歌って言ってもそういう歌じゃないけどね。じゃあいきますよ。昔新郎寺は炎上して燃え盛り、地の底に落ちたけど、今は頑張ってマイクラをした。 SIHOJI 新道寺。 SHI 新道寺。今違えてなかった。 SHI のこと SI って。死ぬほど言ってたはずなのに。 SHINDOJI 新道寺をよろしく。 SHINDOJI どうすか。ん？ん？何？どうすか。何がだ？今日は。今日どうすか。何がだ？なかったことにされてるもん、もう。ハイで。あー。気に召さなかったらしい。あ、はい、あ、わかった。もう、お前なんてこうだ、こっちにしてやる。男子トイレ？あ、じゃあまあまあまあ、せめてものね、お腹空いただろうからね。はい、お願いします。せめてもの哀れみにこのスイートベリーをな。はい、ほら、きれいよ。待って、流れちゃったよ。あ、来たな。ホッパーの中に入っちゃった。もう最悪だよ。これが本当の
援助飯ってか。うるせえなこのクソ。クソ青いの、おい出てこい青いの。そうだね、免除飯がちょうどいいね。なんだそっか、面白かったらなんか美味しいものって思ったからちょっと何も用意しないで期待してたんだけど、どうしよっかな二人のご飯は。振動寺がつまらなかったからこれだな。はいどうぞ。はい、うわ腐肉、もう腐り切ったギャグってことか、振動寺のギャグが。いや違うな、もう振動寺はもう腐り切ってるってことか。そうだな、つまらないから言いたい放題言うなお前、俺はこんな中に入ってるからって。でもお前しっかりスイートベリー手に入ってるよね。確かに美味しかったな。青たちよりいいじゃん。そうじゃん。へじゃあゆっくり楽しんでてね。はい、はーい、バイバイ。くそお前言ったやろお前、昨日もうちょっとネタ考えとけって。いやーなんかSAGA サガみたいな感じでできんかなと思ったら無理だったわ。ええ、そのノリで行こうかなと思ったら歌詞通じるかなと思って。 SH サガ SAGA サガごめん、ちょっとわかんない。ごめん、ちょっと葵ちゃんパス。えもうごめん、こいつ何言ってるかわかんなかった今。ジェネレーションギャップで鼻は知らないんじゃない、こっち。え、マジ俺の最新の一番古いネタがボー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 のネタだから、もうそれ以下わからん。いや、プッチでもあれだよ、飛べ埼玉の歌歌ってる。あ、鼻はそうだそうだ、そう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 。あー、はいはい、ダンダンダンダダンダンダンの人。うん、その人のネタが。そう、元祖元祖。で興味なさそう。いや待って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 、ちょっと待って、掘り行こうよ。あそこだよ、処刑場のほら下の方の穴。あ今行けるな、今行けんじゃない。ちょっと新庄さん行ってきてよ。俺、ね、行ってきてよ、お前今日仕事全然してないんだから。分かったよ、ゴー。 見張ってるわ俺。分かった、行ってくる。でもそれで鉄がもし掘れて処刑場に繋がって鉄が掘れたらピッキー作るかもしれないから掘り進めてって、どんどん繋がってるといいんだけどね。今日シャトルラン走れって言われてねえし。グッとこらえた、シャトルランはいいんだっていうの。なんか俺いつもさ食堂から閉じ込められてるからさ、俺こっちに行くの超新鮮なんだけど。じゃあ覚えといて、重要かもしれんから、その道。分かった、よし急ぎ急ぎ、葵ちゃん急げ。しんちゃんだよ、急ぐの。ちゃんと来てる来てる来てる。あ、ここが葵ちゃんのあれか、独房の下。おるわよ。わすっごい、ここもめっちゃ長いんだな、すげえ。こんな長いんだ、気をつけろ。俺もちょっとピッケルの準備しとこう、石のすらし準備。オッケー、いいよ。しろプッチの合図で行こう。オッケー。今のところでもね、いない。大丈夫？マジで気配ない。行っていい？多分行って大丈夫だと思う。大丈夫？行け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 行くよ。うわ、怖い怖い怖い。なになになに、あって言った今。え、何あって何？いや、どうもない。葵ちゃんがあって言った聞こえた今。言ってない、ゴーって言ったんだよ。ゴーって言ったの？お前があって言ったんだよ今。俺があって言ったんだ。ややこしいな。何を言ってるんだお前は。やばいやばい、怖い怖い、バカ怖い。ここ多分いない、大丈夫。やばい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 。出れちゃうのかもしれない。上にガーって。あー待って。え、あー鉄マジ。え、待って、これさ、いやそう、これこの先がさ処刑場のあのトゲトゲマシの下なんだよ。いやお前一歩間違えたら死ぬってこと。いや違うわ、違う。どういうこと。これ掘ったらさ、いや壁なんだよ、ちょうどこれがあるのがトゲトゲマシンの側面なんだよ。ああ、側面にいるってこと。だからこれやばい、落ちたら終わり。え、お前マジで、いやマジで気をつけろ。ちょ、マジ、行く、行くよ、行くよ、行きますよ、行くよ。あ、怖っ。頼む、来たー。あー取れたー、よし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 。2個目だ。あ、待って、3個目、3個目、3個目か、やった。でも待って、なに、そこどうやって塞ぐの。ここ、待って、なに、なんかなんか、羊毛かなんかで塞ぐ。あ、羊毛持ってんの。灰色のね、これ羊毛ある、これよくない。うわー、どうだろう、お前。いや、わからんやろ。砂あるけど、どう。あ、砂もあり。砂大丈夫。何、羊毛がトゲトゲマシの奥に行っちゃった。マ
まあ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 、わからんやろ、わからんやろ。あ、砂いいね、砂いいね。よし、これで行こう。帰ろう、じいちゃん。オッケー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 。急げ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 。戻れ戻れ戻れ。今のところ感謝いない。待って、これで鉄瓶作れるんじゃない？作れるよ。作れるで。オッケーオッケー。プチ、どう？どう？今のところいないっすね。これいないのが逆に怖いな。どこにいるんだろう、監修。静まり返ってるの怖いんだけど。いける？ギリ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 。ゴー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 。いけ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 。ただ急げ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 。待って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 。監修、自由広場、自由広場にいる。え、自由広場にいる？自由広場の観客席に座ってた今チラッと。バーを見え見え、こっからじゃそれ。まずい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 。急げ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 。見られちゃう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 。戻れ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 。よしよし、バレてないバレてない、多分バレてない。戻れ。うわ、ずっと死角にいたってこと？そういうことだ。うわ、気づいてよかった。早く戻って。戻ろう。多分大丈夫だ。今自由広場にいるんだったら多分そんなすぐ戻ってこれ。そうだね。オッケーオッケーオッケー。戻れる。え、ナイス。これで鉄ピ作れるぞ。来た。え、これでじゃあもう鉄ピ、鉄焼いてピッケル作って、でピッケル強化して。そう、火事場に行って火事場で強化できるから強化して、したらプリズマリン、ダークプリズマリンが壊せるってことだよね。そう、したらエネルギー貯蔵庫からエネルギーを取れる、あの横のひび割れてるところのあったあのプリズマリンのやつだよね。そう、まあでもまだあれが本当に取れるかどうか分かってないからね。まあそうだね。まあけどそこで仮に取れたとしたら、取れたとしたらだよ、今日がほらみんな何日？14、明日が15ってことはお風呂の日。そう、お風呂の日じゃん。お前お風呂の日って言って俺は閉じ込めんの、お前ちょっと開けとけよ。最悪だな。監視来たら困る、監視来たら困るから。お風呂の日にさ、中間エレベーターが脱獄できる。まギリギリ間に合いそうやな。いや絶対いける。もしこれで葵ちゃんの憶測が合ってたら。そうだね、あのエネルギー貯蔵庫の方からエネルギーが取れるとしたらね、いける。まあ、ただ他にダークプリズマリンがあるところが、ここの食堂のあのあそこの通路の図書室みたいなところ、あとここも、あ、そうだね、あとここにもあって、あと搬入口のところにも、上の方にも TNT ロケットの上にも、 TNT ロケットのところにもあったし、でも至る所にあるよね。あとは医務室の下にもあったかな、確か医務室の下の水路、あ、医務室の下の水路もあれ、そうか、まあ、けどエネルギー貯蔵庫じゃない？まあ、一旦エネルギー貯蔵庫先やな。うん、でそこでエネルギー貯蔵庫がエネルギーが取れれば俺たち脱獄できるんじゃないですか。いや、なんか割と希望が見えてきたな。やばい、来たわ。あ、歌手、歌手来た歌手来た歌手来た、よし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 、これハッピーバースデートゥーよしとこ。ちょっと普段やってるふでしよ。ほら走れ、お前ら走れ、ホップステップシャープ、ジャンジャン走れ、ホップステップシャープ、ハッピーバースデートゥーユー、走れ走れ、お前ら走れ、ハッピーバースデートゥーユー、走れ走れ走れ、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、アオイちゃん気合いろ、ハッピーバースデートゥーミー、え、もう誕生日、おめでとう。おいちゃん誕生日だよ、そういえば。あお誕生日。あ、そうだ、もう過ぎてるけど。過ぎてねえよ。あ、確かにこの動画が出る頃には過ぎてる。そう、この動画が出る頃には過ぎてるよ。そっか、誕生日か、なんか欲しい。え、ずる。くれるんですか。え、俺もこの間誕生日でした。いい、え、俺もうちょっと誕生日です。あ、そうだ、プチプチにあれだ、ハリーポッターのゲームをあげるって約束してるかな。やったー、あったらそんな話。青いのは？何？食べ物。食べ物か、わかったわかった。新藤寺は？いや、僕も食べ物がいいですね。あ、いや。お前食べ物か。いや、やっぱり名声がいいです。え、しんちゃん誕生日来ないでしょ。初級も5だもんね。あ、そっか、そうじゃん。確かに。そうだよ。じゃあ、プチプチと青いのだけ、その要望を用意しておく。やったー！イエイイエイイエイ！今週も誕生日だったし。マジかー。そうなんだよね。私も何用意してもらおうかな。え？これあげます、これ。誰？はい。おいでプチプチ。あ、プチ、お疲れ様でした。監修、お疲れ様でした。ステーキ、ステーキ、違う違う、ステーキ、間違えた、間違えた、ステーキ、ステーキ。間違えた、間違えた、これ、間違えたな。私があげたやつだよね。いらない本なの。いや、え？間違えたって何お前。あ、間違えちゃったなぁ。よーい、しょー。やってください、やってください、こいつ。あ、逃げるのか、お前。あ、もうそんな逃げるならもういいです。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、はいはい、処刑当日です。はい、はい、はい、どうぞ、どうぞ、私は動きません、はい、死んでください。あー、大
ったくもう言うこと聞かないからだよ。舐められてますよ監修。本当だよ、何舐めてんの。痛い。あ、体力回復した、やったぜ。痛い、お前やめて、体力回復したのに。おい、ふざけんな。おい、なんかすごいむしゃくしゃする、ごめん青い。なんでやだー。4つ当たり受けてる青いちゃん。すっきりした。まあいいや、体力回復したから。ほら出ておいで。はい、そんなみんなうっかり死んじゃダメだよ、ほんと。うっかりねえ、うっかり死んじゃ。プッチどこ行くの。気をつけてね。こっちだって。プッチプッチ、ほんだぶだぶだ。またちゃ、ま、れれれ、間違えただけ。まあ、ほんとに間違えただけだって。たくもー、ほらみんな帰るよ。いや、監視とずっと痛いんですよ、うちらも。うん、そうだね。はい、帰るよ。はいはい、帰ります。はい、そうだね。眠くなってきた。はい、ね、眠たくなってきたね。私だよ、疲れたのは。あ、お疲れ様です。なめんなよ、マジ。お仕事ご苦労様です。ほんとだよ、痛まってくれよ、ちょっと私のこと。そうっすね、全然痛まえしてない。痛まえじゃねえわ、痛まってなかった。痛まってなかったっすね。マジ、絶対許さない。すいません。やばい、あいつだけ舐めてますって。お前、死体は残らないと思えよ。それは、土に埋めて我がなる母なる地球に返すってことですか。ちげえよお前、マグマで焼き切ってやる、すべて。ドロドロになっちゃうってこと。はい、ということで帰りの会します。皆さん、今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。そうですね、私は劇をとても楽しみにしています。はい、なんで黙るの。え、まあ、ちょ、神道寺のあれが不安っすね、ちょっと役が。そうなんですよ、やっぱ歌は大事なんで。そうだね、楽しみだね、歌ってもらおう。ということで、劇しっかりやってくださいっていうのと、ふざけすぎですので、何回目って感じなんだけど、君らふざけすぎ。そう、お前な、今日の場合は特にお前。ほら、そうだよ、プチプチ。え、あ、俺か。ほらじゃね、お前で。お前だよ、お前。なめくさりすぎなので、神道寺。はい、何ですか。あいつら二人があまりにも舐めた態度を取ったら、お前が責任を取れ。わかりました、俺が取るんすね。懲罰ボってことすか。プチいっぱいふざけようね。死んでもらう、お前に。死んでもらう。なので、そんなことがないようにお前があの二人をコントロールしろ。分かったな。見張ってるってことですね。わかりました。そうだ、分かったな。はい、見張ってます。ちょっとでもふざけたら知らないからな、お前。お前の命が。ララ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 。ブチブチ。あ、神道寺処刑。おい、最悪お前ら。ってならないように気をつけてね、ちゃんと厳しく見るんだよ、二人のこと。はい、見てます。はい、じゃあおやすみ。おやすみなさい。おやすみなさい。お前らふざけんね、俺処刑されるぞ。マジでやめろって。でもさ、鉄3つゲットしたんだからさ。いや、もうマジで今日2つゲットしたってこと。要はそう、天才じゃん。合計で俺が2つ持ってて、プチが1つ持ってるでしょ。うん、で合計で3つ。今までなかったよね、こんな最短で見つけたこと。びっくり、びっくりやな。すごいよ。だからさ、明日の朝鉄ピッケル作ろうよ。で、強化してエネルギー貯蔵庫行きたいね。行きたいね。だ、刑務作業の時に鹿島に行けるんじゃない。確かに一番行きやすいんだよ、そこが。うん、で、強化して、で、エネルギー貯蔵庫にどうにかしていきたいね。しかもお風呂やからさ、お風呂の時にそれで行けたらいいな。そう、だから俺たち割と時間がない。だからお風呂の時間までにエネルギーを手に入れないといけないってことだよ。けどエネルギーゲットできたら、お風呂の時間に脱獄できる。オッケーオッケーオッケー。やばい、来た。希望の、俺たちにようやく希望の光が見えてきたな。いや、見えてきたよ。よし、じゃあみんな今日は いっぱい寝て、ちょっと明日に備えよう。オッケー、了解でした。じゃあみんな明日絶対脱獄するぞ。あ、えいえい、おおおおえい。あ、ダメだ、バラバラだな。ちょっと大丈夫か、心配になってきたな。おやすみなさーい。オッケー、おやすみ。